じゃあ聞いてください。ミスターサディスファクション。ワン、ツー、スリー、フォー。お仕置きよ。準備はいいかしら。始めるわ。誘い出したいな。サディスファクション有効バージョンでした。みんなどうだったかな。どうですかね、コメント。お、いいな、エロいな、ユーリンってユーナ最高でした。いや、またなんかこのミスターサディスファクション初めて歌うときにこんな助走をしてやるとは本当に思わなかった確かに初だね、今日初出しだせねえ、が終始演じてみたけれどもね、うん、まだユーとしても歌ってないのにユーコちゃんで歌っちゃったよ、うん、これが本元じゃないからね、こんな感じじゃないからね、ああいうセリフは途中にないからね、うん、アドリブね、そう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 、はい、というわけでね、うん、ここからは、うん、スクリーンモードから大切な告知がありますので、はい、皆さんよく聞いてくださいね、はい、じゃあ僕から読ませていただきます。まず一つ目の告知です。10月より放送のテレビアニメ、文豪ストレイドッグス第2クール、オープニングテーマを、僕たちスクリーンモードスクモが担当させていただいてまーす。みんな見てくれてるかな。もうね、アニメの方もね、まあなんだろう、クールを与えて4話まで終わったのかなっていうところなんだけれども、はい、黒の時代ね、太宰のね、見せ場とかもありましてですね、続きもね本当に気になるわけですけれども、みんなね楽しんでね、アニメの方もチェックしつつ、僕たちの新曲の方もね、何回も何回もね聴いていただけると本当に嬉しく思ってます。はい、そんな、僕たちの新曲のタイトルがですね、リーズンリビングというタイトルです、うん、CD は10月26日に発売となりました。ミュージックビデオもフルサイズが公開中ですので、ぜひぜひチェックしてくださいね。はい、ということですね。はい、さらに、僕たちスクリーンモードライブツアーの方をやります。はい、タイトルがですね、スクリーンモードライブツアー2016オータムオンファイアーというタイトルで、まず大阪はですね、11月19日に開催いたします。開催場所がですね、梅田赤楚です。はい、さらに東京だと、12月3日の土曜日、はい、こちら蔦屋大磯で開催します。この、2カ所で、開催しますので、ただいまチケット絶賛発売中ということで、うん、そして今回はなんと
ツアーグッズの情報も初解禁ということで、わー嬉しいぞー。そんな、ツアーグッズまとめた、ものがですね、こちらです。じゃじゃん、だーん、みんな見える？まずこちら、スクリーンモードの T シャツですね。表メインがこっちになってますね。メインというか表面がこういう感じになってて、ちょっとね、なんか不思議なロゴでオンファイアのこのなんか炎をイメージした赤もね、取り入れられていて、非常にかっこいいデザインになってます。後ろはこういう感じかな。ちょっと近すぎてね、ごめんね、見えにくいとこもあるけど、 T シャツがこういう感じになってます。ぜひとも、みんなね、グッズの方も楽しみにしていてくださいね。さらにどんどん紹介してくる。ほら、これタオル、タオルもかっこいい。このスクリーンモードの不思議なっていうか、ちょっとねアーティスティックな、字のフォントでやってるやつなんですけれども、非常にこっちの方もかっこいいね。どうですか、黒と赤でちょっとね厚さも加わって強さもあるし、こんなのがタオルになってまーす。さらにこれシュシュです。シュシュでございます。これはもう女性のね、アイテムなかったらもう本当必需品の人もいるんじゃないでしょうかということでですね、シュシュも赤と黒のね、この、色味になってるんですけど、どうかな、可愛いですね。でさらにこちら、キーホルダーになっているよ。これね、新しいスクリーンモードのこのロゴを見立てた、キーホルダーになってます。これってラバーなんでしたっけ？うん。そう。素材がラバーになってるから、うん。割と軽いし、うん。こんな感じになってまーす。ぜひ、グッズの方も楽しみにしていてくださいね。ということで、はい。はい、お知らせの方がこちらの2つということで、うん。じゃあ、10月26日に発売した僕たちの、うん、おい、新曲の方を、よし。歌いましょうか。オッケー。はい、じゃあ文豪ストレイドッグスの、第2クールのオープニングテーマ曲になっています。僕たちの新曲です。聴いてください、リーズンリービング。赤いて赤ない生きる理由探してんだ眩しい光は早期なおにはないから当てもなく走るストレイドを埋めるよ求めていたんだ一行のセンテンスをないものねだるけどそれじゃ何も手に入らないよ。あ、どうしていつもこぼれ落ちてくのか横にいてしまうまたこの手を空へと伸ばすのさ憧れ抗い生きる理由探してんだこうした答えはもう昨日にはないから新しいページは迷う果ての自分自身が続いてくれゾンデイト嘘と真実の定義なんてよナンセンスさ飼いならせない僕の手をそらして逃げていったんじゃ結局救われない
の自分自身さ絡まっていくパラ